おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。今週もフットボールジャングルの時間がやってまいりました。ちょっとですね、2週ほどお休みさせていただいたんですけれども、また今週からですね、まずはアビスパ福岡の、2試合振り返っていくというね、まあいつもやってますけれど、それを今週もやりたいと思います。まずね、第10節京都サンガ FC 戦と第11節 FC 東京戦、2試合振り返りますけれど、まあまずやっぱりね、本当に素晴らしい2試合でしたね。勝ち点6を獲得するという見事な2試合で、本当にこの練習は大きかったですね。ちょっとね、降格圏近いところにいましたけど、一気に10位まで浮上して、もう8位ですからね。やっぱり序盤戦は1つ2つ勝つことで一気に順位が上がるので、まあ、ここで勝ち点取ってちょっとまあ一安心してまた次に挑めるかなと。でこの2試合振り返っていきますけれど、まあ、まずね京都戦、1対0、こちらはもうスタッツとか見ていただくと分かるように、まあ硬い試合でしたね。内容的にはそんな硬いとは思わないですけど、スタッツ的にはすごい硬い試合で、お互いシュートがあんまり打てないと中で、ただまあアビスパとしては、京都のね強力な、まあやっぱピーター・ウタカ選手筆頭に強力な前線いますけれど、まずやっぱりウタカ選手をしっかり、まずここに渡さないっていうところですね、しっかりやりつつ、前半は特にイスマイラ選手にボールを集めて競ってましたけれど、あそこのところをグローリー選手がしっかり潰すという相手の良さを消していたので、開始直後に、ね、ちょっと危ないミドルシュート打たれてありましたけれど、その後は、まあ、安定した試合運びで、やっぱりね左足の精度すごいですね、クルークス選手はね。あのシーンなんですけど、先制点のシーンですね。まあ一つは、前島選手がインナーラップしたっていうところ、あそこオーバーラップじゃなくてインナーラップ、内側の方回った、クルックス選手より内側を回ってディフェンダーを1人釣ったと。でクルックス選手はスペースができて中に切り込んでクロス上げましたけれど、まああそこでやっぱり前島選手の選択も良かったなと思います。でクルックス選手の左足、精度はすごかったですね。本当に糸を引くようなとよく言いますけれど、そういったクロスを上げて、で、中に2枚入っていたファンマ選手が入っていて、山岸選手も入っていたというところで、ファンマ選手が潰れて、その奥にいた山岸選手が合わせたと。フリーでしたね、ほぼね。やっぱりね、クロスに対して複数人数がゴール前に入るというのはとても大事なことです、本当に。で、それは FC 東京戦もそうでしたけれど、山岸選手がやっぱり前で勝負するように、そういうシーンが増えたなと、この2試合は思いますね。それが実際得点につながっているので、山岸選手やっぱり収めたりとか、さばいたりっていうのはうまいんですけれど、その後ですね、その後にやっぱりもう一回ゴール前に入ったりとか、そういうことがこうやって増えてくると、もう一ランク怖い選手になるかなと思いますね。で、まあ、京都サンガ戦はね、その後危ないシーンあったりしましたけど、後半ね83分かな、右からのクロスに 中央で合わされましたけど、まあ、あれはやられた形でしたけど、まあ、ありがたいことにというか枠を逸れてくれたのでね、でまあしっかり逃げ切って1対0で勝利と、まあ、僅差でしたし、まあ、どちらが勝ってもおかしくない試合ではありましたけど、京都もやっぱり調子良かったので、そこに対してしっかり相手の良さを消しながら勝ち切るというところはできたなと思います。でまあこれでちょっとこう勢い取り戻して FC 東京戦でしたね。まあ、ここは対照的にも大差の試合になりましたけれど、まさかこんなに5対1なんて大差になるとは思ってもみなくてびっくりしましたけれど、まあこの試合はやっぱり、大きな要素として、FC 東京がやっぱセンターバック陣が不在だったと。森重選手がいなかったですし、エンリケ・トレビザン選手もいなかったので、ここはやっぱり大きかったなと。 FC 東京としては苦しい試合になってしまった大きな要因だと思いますね。やっぱり2人とも J でもかなり屈指のセンターバックなので、ここがいなくて、本来サイドバック、本職はサイドバックの、小川選手がセンターバックに入ってましたけれど、まあ、この試合ではちょっとやっぱり難しさが出てしまったなと思いますね。こうやっぱり例えば逃げ切りたいタイミングで短い時間センターバックに入ることはあっても、やっぱスタートから、0対0とか、まあ、この試合でいうと途中からは、追いかける展開になりましたけど、 FC 東京としてはそういった中で登場、90本通してセンターバックをやるっていうのは大きな違いがあるので、ちょっとやっぱり経験っていうのは出てしまったかなと思いますね。まあアビスパとしてはそこをうまくついたなと。まず先制点ですの場面ですけど、あそこはねコーナーキック一回ヘディングで合わせてギリギリで一回防がれましたけど、
あそこでキープに入ってしまったことがやっぱり大きな FC 東京としては良くないところだったなと思います。まあそこはもう別にコーナーでも全然いいですし、とにかくゴール前から蹴り出す、どの方向でもいいんで蹴り出すっていうことがまず大事だと思います。もう無理やることでもいい、とにかく蹴るということ。ただあそこでキープしてしまったことによって、まあアビスパもね、あの何人も選手詰めて最終的に宮選手が押し込みましたけど、うん、やっぱりあの位置でのキープっていうのはあまりにリスクが大きいので、まあアビスパはうまくそこをついて先制できたなと。ただその後ね、一度追いつかれましたね、松木玖生選手の J 初ゴール。ちょっとあそこはまあ、七選手、まあ、ちょっとパスが弱かったというところで、かさられてしまって、まあ、あそこは連携のミスもあったと思いますけれど、追いつかれてしまいました。で、ちょっとまあ、流れとしてどうかなと思いましたけどね、やっぱり2点目の山岸選手のゴール大きかったですね。あれで本当に流れが大きく引き寄せれたなと思います。やっぱり山岸選手はさっきも言いましたけど、上手い選手では間違いなくあったので、そこはやっぱりあえて、仕掛ける姿勢っていうのが出てくると、もう一気にスケールアップしますね、うん、囲まれてもうやっぱり仕掛けていって打つというね、うん、素晴らしい本当にファインゴールだったと思います。でまあ前半2対1で折り返して、後半ね、ここからルキアン選手がね登場しましたけれど、この試合ルキアン選手輝きましたね。で田中達也選手も同じく後半開始から入ってましたけど、左サイドをうまくトライアングルを作って崩して、田中達也選手が突破してクロスなんですけど、という形に3点目つながったんですけど、やっぱりここはね、お互いの前線の選手の守備意識の差っていうのはちょっと出たかなと、この試合思いました。FC 東京の方は右サイドの選手があんまり帰ってこずに、だからトライアングルを作った時にちょっと数的優位になって、最後1対1田中達也選手が縦に仕掛けましたけど、うん、やっぱりああいうところでアビスパであれば、例えばクルークス選手とかも絶対帰りますし、もうファンマ選手もねよく帰ったりしますけど、ああいうところそういったところの差は出たかなと。でまあ田中達也選手のクロスもそうでしたけど、ルキアン選手のヘディングのスピードね本当に弾丸でしたね。あれはもうキーパーのチャンスだなと思いました。で、まあ、ここでルキアン選手のその後の吠えたところから見てもやっぱりフラストレーションとかいろいろ溜まったものを全部ここで払ったなと思います。そして、4点目山岸選手、まあ、4点目と5点目ってのはある意味似たような形だなと思うんですけど、 FC 東京やっぱり前がかりに来なきゃいけないところをうまく裏を取った。で4点目のところは山岸選手が裏を取りましたけど、ここもやっぱり小川選手のこう対応としてはちょっと1歩目、前にこう集中してたところで後ろを突かれてしまったっていうところ、やっぱりちょっと経験不足だったかなと思います。で山岸選手はただ一方で、ギリギリまで溜めてゴールキーパーの動きを見た上でギリギリまで溜めてから打ったので、あそこはやっぱりストライカーだなっていう感じでしたね。で、まあ、5点目はもう本当ルキアン選手あれはすごかったですね。もうまあ、パワーとスピードっていうのを生かして、やっぱりねルキアン選手は相手スペースがあるところっていう、特に相手が後ろを向きながら、ボールを処理しなきゃいけないボールを送るっていうのは大事だなっていうね。あれボールさえ送ってくれればどうにかしてしまえる力があるので、まあ素晴らしかったですね。で最後もシュートもね冷静に、左右ネットの方を狙って打てているので、やっぱりこれでからルキアン選手やっと乗ってくるかなと。お互いに多分使い方使われ方が分かってきたかなっていう気がしたので、本当この試合はね素晴らしい。5対1はちょっとびっくりしましたけど、まあ素晴らしかったなと。ただ、まあ、一方でちょっと気にしなきゃいけないのはもちろん、5得点という大量得点になりましたけど、さっき言ったようにちょっと FC 東京側の、まあ、スクランブルといいますか、本職がいないっていうセンターバックにところが大きく作用したので、まあ、5点取れたからといって今後の試合でまた点が取れる安心できるなっていう感じでは正直ないと思います、うん、やっぱりもちろんね、大量得点して勝つっていうので一回こう気持ち的に取れるんだっていう自信はついたと思いますけれど、もう一回ここから、集中してやらないとまた得点力不足になってもおかしくはないので、ちょっとこの試合はね特別だったかなとも思います、うん、いやー本当ねそういう2試合でしたけれど、まあアビスパとしては勝ち点6を取れて本当に良かった2試合ですね。でこの先ですね、また、これ放送してる今日ですね、試合があって、まあ、ちょっと事前撮ってるんでちょっと分からないですけれど、ここで勝てて3連勝となると本当に勢いに乗って、去年も第10節から連勝を重ねたので同じような流れに持っていけると一番いいんですけれど、まあ、ただやっぱりこの2トップが自信を持って挑める。そしてちょっと変わったなと思うのが、今年開幕直後アビスパ結構つなぐ、後ろからつなごうという意識強かったんですけれど、この2試合やっぱり前に前にっていう意識がねまた戻ってきたなと、去年のサッカーに近くなったなと思います、うん、多分ね長谷部監督としてはやっぱり
両方できるに越したことないんで、そのつなぐっていうところを今年ちょっと意識して入ったのかなと思うんですけれど、ちょっとやっぱりそれがなかなかうまくいかず、ただやっぱこう立ち返るところがあるのは長谷部アビスパの強みだと思うんですけど、しっかりねもうシンプルに前に送る、でそこで競れる選手がいるので、そこからシンプルにつないで相手の守備ブロックができる前に攻め切るっていうところが戻ってきたので、まあ、これはこれで全然いいと思います。これでしっかり順位を上げて、例えば安心できる位置に行けばまた新たなことにチャレンジできますし、そういった余裕が生まれるので、うん、そういう意味ではまず勝ち点しっかり取らなきゃいけないので、去年のアビスパらしいそのサッカーが戻ってきたなっていう印象でしたね、この2試合は。だからスコア的には1対0と5対1っていうかなりまあ対照的ではありますけど、そういった同じような、攻め方というかができた2試合でしたね。さあこの先ね、ここからまた上位を伺える位置に来たので、ここからまた練習を重ねて上位争いに食い込んでいきたいところですけれど、そういう意味ではね、この放送日の、試合が大事ですけれど、さてどうなったでしょうかっていうところですね、どうなっているでしょうかというところです。またね、やっとお客さんもね、まあゴールデンウィークということもあって増えてはきているので、また、J1 にこうやって定着して、またねコロナ禍前のように1万人安定して超えるような試合が増えてくるように、っていうのを期待したいですね。さあということで、今週のフットボールジャングルはこの辺で、失礼いたします。また来週ですね、ありがとうございました。